子どもの森児童館は2020年に開設されました。受付で名前を記入してから利用します。こんにちは、こちらで受付お願いします。消毒と検温もお願いいたします。受付の前にはオープンライブラリーがあり、本を読みながらくつろぐことができます。隣には学習ができるスペースもあります。3階には遊戯室があります。中高生は夕方5時から利用ができます。ここでまず目に入るのがボルダリングです。初めての人でも挑戦しやすい高さですので、気軽に体験することができます。子どもの森児童館の遊戯室は天井が高いので、バドミントンやバレーボールといった高さが必要な遊びをするのに適しています。道具やネットが使いたいときは職員に声をかけてください。4階には音楽スタジオとダンススタジオがあります。どちらの部屋も予約が必要なので、使いたい日があれば電話などで問い合わせてください。それでは一部屋ずつ紹介していきます。音楽スタジオはシックな内装になっていて、演奏すればワンランク上の音楽に聞こえるかもしれませんね。自分の楽器を持ち込んで利用することもできます。また部屋全体に音楽を流すこともできる Bluetooth 機能の使用や、楽器を借りることもできますので、使いたいときは職員に声をかけてください。続いてダンススタジオです。目黒区の児童館でダンススタジオとして独立した部屋があるのは子どもの森児童館だけです。全面鏡張りの部屋になっているので、どの角度からでも自分の動きが確認できます。音楽プレイヤーは貸し出しを行っているので、使いたい方は職員に声をかけてください。それでは最後に子どもの森児童館からのメッセージでお別れです。児童館は皆さんの成長や、あれやりたい、これできるようになりたいなどを支援する施設です。生まれてる体を動かしたい、テスト勉強しに行った、職員と恋バナがしたいなどなど、来館目的は何でも OK です。ぜひ子どもの森児童館に遊びに来てください。